はい、ということで、久しぶりのトーク動画でございます。はい、っていうのもですね、劇団カモメンタル、またやるんですね。はい、ちょっと最初にちょっとその告知を、情報を言っておきましょう。これ、はい、劇団カモメンタル S ストーリーズ公演 S ストーリーズボリューム2ということで、8月12日土曜日から8月20日日曜日、ザ・高円寺でやりますので、はい、これね、たまに S ストーリーズ1見てなかったら見れないんですかとか、続きなんですかって言うんですけども、はいはい、全然関係ないんで、1、2もあのオムニバスのコマソみたいな感じ。そもそもオムニバスなんでね。そうそうそう、ただこれだから S ストーリーズの後半から見始めても大丈夫、2の2の3本目から見ても大丈夫っていうぐらいの作品ですか。確かにそれはあの1本1本が結構独立してるんで、まあね、今回バーッとさ、ネタ書いたんですけど、うん、はい、まあね、どれもなんか集大成みたいな感じのネタが出てたんですよ、うん、なんか印象としてはおーとか言われてる、そうですよねとか、おーっていうか、全く言わないといけないんだけど、フォローしてくれいや、なんかね、新しい感じが多いなって思いました、うん、新感覚のコントっていうか、確かにそうかも、ね、あんま見たことないコントが見えると思います。まあそれでいて、マグダイさんのいつものなんかこう下ネタ全開のコントもありますし、そういうのもありながら、まあでも本当新感覚で、なんか構成が変だったりとか、いろいろ、いや見たことないコントが多分見れると思います。あとまあ絶対テレビじゃできないようなコントもありますね、うん、それ言っちゃう、コンプラではないと思っているんですけどね、うん、今のコンプラちょっと神みたいな、あ、多分未来では大丈夫今ちょっと怒られちゃう可能性が未来では大丈夫なので、ぜひこれも 見てください。あの前売りチケットまだ全然売ってますので、はい、概要欄にあのリンク貼っておきたいと思いますので、チケットピア E プラスパスマーケットなので買いますので、はい、せっかくなんでなんかちょっと近況、はい、近況なんか今っていうかザ・セカンドの話を全くしなかったですね、うん、それもね、ザ・セカンドの前に撮ったんだっけ、この間の前に確か撮りました、あの M1 の敗者復活の前に、あのあとザ・セカンドがあり、はいはいはい、まあちょっとベスト16まではいけたんですけどね、まさかのタイムオーバー、50秒タイムオーバー、あの時さ、はい、マキオ結構俺を攻めてたよえ、いや攻めてないでしょ、攻めてた終わって、なんかまずなんかこんな感じで俺になってまあまあ、いや共有したいじゃないですか、うわめっちゃオーバーしましたねっていうのね、でも気づいてなかったんですよね、その時うだいさんやばかったよ時間、うん、50秒越しでみたいな、みたいな感じで、でなんかあのあとさ、マキオはさ一回、うんうん、そうそう、まあ、嘘ついてると思うんだけど、まあ、嘘ついてると思うんだけど、嘘ついてないよ。だからこれ一回ね、うん、その見たタイミングを、うん、結構前から見てたみたいな感じで。いやいや、ちゃんと言ったよ、ネタ終わった直後は、うんうん、だからあれ6分30秒だっけ、あ、6分前だったんだ、どっちか6分50秒だったんじゃないかな、俺らの結果的に、うん、で6分半までは OK、うんうん、そうそうそう、でも6分半を超えて50秒までいっちゃった、その時マキオはもうなんか、なんていうのかな、6分ぐらいからもう自分は6分前だ、5分後半ぐらいから、まあ、自分はその時間がやばいことに気づいてたみたいな感じで言ってたの言ってた、最初はっていうテンションだった、だけどテンション的に、ね、それから1ヶ月後ぐらいのライブになったら、マキオも6分半で気づいたみたいな感じにしてて、だから6分半の方が本当なの、いやそうそう、いや終わった後のあれで、うん、あインタビューで言ってましたよ、トレンディエンジェルに言われた時に、いや僕ももう気づいた時はもう6分半でしたけど、もうそこでう大さんの長ゼリだったんで、もうここはやりきるしかないと、あ、なんかそういう瞬間もあったような気もするけど、なんかもっと前から気づいてたけど
なんかもう伸ばし、もう好きにさせることにしたみたいな。なんかってことはよ、うん、2人のせいやん。まあね。そう、うん、いや、だからそう、まあちょっとあれですけど、だから俺の袖ではなんか俺のせいにして、なんかその後にマシンガンさんがそれでなんかどうだったみたいな感じで負けを聞かれてる時に、いやでもタイムオーバーしたんでねって言った後に俺はチラッとこう俺は座ってたんで、負けはここで翔さんと喋ってて、どうだったんだよ、いやでもタイムオーバーしたんでねって言った時に俺をいやいや下げる感じで、しかもねそれがね結構余裕がない感じで、いやでも結構タイムオーバーしたね。いやそんな感じの。いやいや待ってくれよ。でも気づいてなかったんですもんね、だからね。そこがだからちょっと。ただね、俺の、あの、まあ、だから そもそも最初俺がちょっと失敗したりしてのもあったもん。それもありましたし、あったけど。水槽って言っちゃったやつね。で俺から言わせてもらうと、あの日入ってから普通に練習するできるつもりが、マキオがなんかできなくなってる部分があって、そこに多大なる時間を取られたの。新たにこう組み直すっていうか、こうだこうだよこうだよっていう、それで時間を取られて、まあ、俺は本番ではそこにもう本当に自分のために使いたい時間をあなたにあげたから、何としても水槽って言うから、それはそうなんだけど、だけどだからお互い様じゃんと思うんだよ。それをなんかさ、タイムオーバーしたんでね、いやお前もしてるじゃんって話だから、お前もなってるようなんだから、いやいや、それありましたね。マシンガンさんだから今もうあれでめちゃくちゃブレイクしてますよね。でも別に俺らが出た、俺らが出たとしてもそうはなってないから、うん、まあそうかもね。別にそんなこと思ってないですけど、なんだあれ、なんでさっき話そうと思ったんだよ、なんだっけな、そのザ・セカンド・パンデン、ザ・セカンド・パンデンの嘘ついてる、言ってたんじゃない。だから言ったしね、あのだから本当ネタ終わりのインタビューの時に、僕も気づいた時は6分40秒でしたって言ってました。僕がなんかうざかったな。いや、あれちょっと待って、なんかうざかった時あったんだよ、すごい。いや、まあそりゃあったでしょう、こんだけ時間があったら。あとは、審査員とかね、結構やってましたよね、うん、この間ね。もういいんだよ、そんな。ABC グランプリの審査員やってたり、うん、あとアンダー、アンダーファイブ。アンダーファイブのね、審査員やったり。審査員はついたっけな、マキオはマキオらしいことをしてくださった時があって、忘れてくださいよ、そんな思い出さない。いや、みんな聞きたいはずだから。なんかあったな、ザ・セカンド関係ですね。やっぱ話してたら思い出すんだよ。思い出すかもな、ザ・セカンドは。ザ・セカンドあって、ね、あとまあ最近だと、あ、今、あの、日曜チャップリンっていう番組で、うん、日本の社長とカモメンタルでこうコラボしてユニットコントやってて、この間、1回目のオンエアがあって、うん、もう一周やりますって。うわ、今すごい近くまで来たんだけど、ちょっとまあ話してたら出てもらっちゃう。あと有吉の壁も出ますね。結構よし、じゃあちょっと待ってす。すごい近くまで行ったんだよ。いやもうあれきっと待ってよ、だからマキオがそれをまあタイムオーバーだと思ってその時に俺が宇大さんのせいにしたみたいな目線がちょっと嫌だった。ああ思い出した。いやそれはなんかムカついたっていうか、なんかね、何の時だっけな、なんかザ・セカンドの話をしてる時に、うん、なんだろう、なんかでさ、ザ・セカンドの話どうでしたみたいな話 で、うん、で水槽、俺が、うん、では 水筒の話で、水筒に目があるっていう話をするんですよ、うん、まあ、あのこういうボトルの水筒にね、でそれをいきなり俺が間違って、あの水槽に 目があるんですみたいな、うんうん、水槽どっちにしようわけわかんないんですけど、そういうこと言っちゃって、あ、いや水筒ですって言ったんだけど、だからそれいきなり冒頭で間違えちゃったんですよ。はい、でその時に、で脇をで俺が最初に水槽にね、目があるんですよって言った
水槽ってこう聞き返す。ああ、水槽。要は水筒のまま行っちゃおうかなとも思ったけど。ああ、水筒って聞いたとして、うん、水槽って言ってるけど、水筒でこっちからここで修正しちゃって、なんかなるほど、ね、お客さん的に、あ、水筒って言ってたんだ、そもそも。で、しようか迷ったけど、水槽って聞き返した。うん、水槽？水槽じゃないでしょうか、ね、うん、水槽ですか、うん、っていう感じ、まあ、うん、そのそれね、うん、まあ俺からしたら当たり前だと思うだけど、なんかそれをすごい偉業を成し遂げたみたいな感じでなんかの時言ってたよね、なんだか、いやアドリブ入れるんですかみたいな感じになって、台本通りなんですかって言って、あ、そういえばこの間ザ・セカンドの時宇田木さんと水槽って言ったんで、あれ何で言ったんだっけ、何の時の話だっけ、あれ何だろう、いやそれこそ日曜チャップリンの打ち合わせだったっけ、なんかの時ありましたね、アドリブ打ち合わせとかじゃもっとなんか公の場だった気がするんですけど、ラジオでも、でもだからまあそのチャップリンのオンエアっていうか収録の時とかなのかな、わかんないけど、あの俺からしたら、うん、いやそんなの怒るなっていうか、怒ってたよすごいなんか、あ、まあやっぱこんだけ芸歴重ねると、あそこでさすがに分かった、あれだ、 TBS のサタ、なんだっけ、サタデーナイト G みたいな、ココリコの田中さんが MC やってる番組、あ、そうなんかあれで、アドリブってカモメンタルってアドリブあるんですかとか、台本通り絶対やるんですかって、基本は台本通りなんですけど、そう、宇大さんが間違えた時とかはそれに対応しなきゃいけないから、用意してた台本とは違うことを言わなきゃいけなくて、そう、この間水槽って言ったんで、一瞬台本通り進めるなら、あ、水筒ね、あの飲み物入れるって言わなきゃいけないけど、その時ばっかりは水槽って聞き直しました、聞き直せ、聞き直せましたねみたいな聞き直せましたねみたいな、すごい異形な人がいっぱいでやってたの、それで、いや、いやそれはできるだろうって、できるだろうって言った、まあね、うん、一瞬だから、まあまあまあね、いや、なんかその時がなんかすごい、なんか時間をたっぷり使いながら、あ、確かに、しみじみと振り返るみたいな感じで、だから優勝の要因について語ってるようなくらいの感じで、あの究極の極限状態で、ああいうとっさにそっちに切れたんですよね、自分の力じゃないぐらいの感じですぐらいのテンションで話してたから、それを聞き直せると思うぞって思いました。あ、ありましたね。それぐらい自分自信持った方がいいと思います。引き算すぎるぞ。思い出しました。いや、そうです。それは何かの時に言わないと話した。そうそうそう。はい。劇団顔メンタル S ストーリーズ公演ボリューム2。めちゃくちゃ面白い作品になってます。ぜひ見ていただきたいと思います、はい、ということで久しぶりの YouTube 動画です。ありがとうございました。